ローチケチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、根本修子です。この度、今年の5月に下北沢の鈴なりにてもっと超越したところへというお芝居をやります。どんなお芝居かと言いますと、いろんな男女がいろいろ超越するために右往左往するお話で、テラスハウスのようなハッピーなお話を目指して頑張って8人で作りますので、ぜひローソンチケットで前方の方のお席を買って見に来てください。お待ちしております。根本修子でした。